距離1800m 12頭です。スターターが台に上がりました。1番人気は12番サイレンス鈴鹿。気温が20度以上まで上がって少しもやっている2コーナーのポケット地点からのスタート。包摂ネック収まって最後にサイレンス鈴鹿が向かいます。どうやら本馬場入りしてだいぶ落ち着いてきたようです。ゲートイン完了。スタートしました。12頭ほぼ綺麗に揃いました。名勝電撃控える形になりました。スーッと外からサイレンス鈴鹿上がっていきます。内からは2番の包摂ネック、間には栄進オリンピア、3頭が上がっていきます。その後ろ6番の SG フラットが4番手、シナエルがその内をつきました。その外に1頭並んでいったのが大沢サージャンであります。あとは2馬身差、内に菅野王子、今日は中段、それから外を通ってパルブライトが行きました。その後ろに7番のインタークレバーです。あと3馬身から4馬身ナイスデザートがいて、後方から YMTO、 こういったところが追走していきます。大沢サージャンがこのグループであります。向こう上面、さあサイレンス鈴鹿が逃げました。場内がドーッときました。15、6馬身のリードを取って3コーナーのカーブにかかります。前半の 800m を通過、45秒、ちょっと早いかもしれません。さあ2番手以降でありますが、包摂ネック、栄進オリンピアが2番手3番手並んでいます。その後ろのグループ、名勝電撃、その外に並んでいったのが SG フラットという体制、3コーナーのカーブ、この辺りが好位グループというところでしょう。4番のヒシナエルがその直後につけています。あとは内から1番の菅野王子、外を通って8番のパルブライト、徐々に進出。さあ縦長の展開、相変わらず縦長600を通過、逃げる逃げるサイレンス鈴鹿、リードがこの辺りで5馬身ぐらいになってきた。さああと 400m 持つかどうか。まだ手綱はそれほど大きく動いていません。さあ2番手ですが、包摂デック、それから3番の栄進オリンピア追ってきた。400を通過、名勝電撃が落ちをついている。あと外から伸びてくる馬はいるんでしょうか。サイレンス鈴鹿ギリギリ粘って坂を登り切った、登り切った。残り200、どうやらこれは持つのか。2番手包摂ネックが相変わらず粘っているところ、名勝電撃、それから1番の菅野王子上がってきている。サイレンス鈴鹿は一人旅、抜かせません。5馬身ぐらいのリード、楽勝です。1着で今ゴール、2着2番の包摂ネック、3着菅野王子、名勝電撃、それから外のナイスデザートの争い。1分46秒3、サンハロンは36秒0。